こうやって混ぜていくと、パラッと入れごまを。料理の作業です。今回は自己主義でございます。自己のにじしりしり。にじしりしり皆さん知ってますか？もともと沖縄料理なんですよね。僕人参あんま好きじゃないんですけど、正直これね、人参しりしりはめちゃくちゃうまい。僕の周りの人参嫌いの人も人参しりしりだけは食べるっていうぐらい美味しいレシピでございます。今回は人参しりしり、レンジでやるのとかいっぱいあるんですよ。僕のレシピの中で人参しりしりを一番美味しく食べれるのが至高の人参しりしりをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、人参170から180ぐらいのグラムぐらいの人参1本ですね。卵1個、あとツナ缶ね、ツナ缶もシーチキンのエルフレークね、僕いつも使ってるね。マグロ油漬けって書いてあるのにしてください。カツオ油漬けってのがあるんですけども、カツオは僕あんま好きじゃない。あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そちらよろしくお願いします。人参しりしりっていうのは素材とやっぱ擬音が組み合わさってるんですよね。そういうのって多いじゃないですか。こういう一例があるんだよっていうのを皆さんに見せていきたいと思います。はっ！人参しりしりに対抗してハイボールグビグビを飲んでいきたいと思います。ハイボールグビグビ。みたいに人参千切りにしてもいいんですけども、人参しりしりということでしりしり器ではないですけども、この、千切りスライサーですね。はい、これのの字のやつですね。これでやるとめっちゃ簡単です。これがあるとのとないとでは、人参しりしりの過程での、作る頻度が違ってきます。これはね、こういうことなんですよ。しり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 、ちょっと溢れてきたね。ボールにしようかな。じゃあ最初からボールにしろっちゅうのね。はい、こんな感じでしりしりができました。はい、なんでこれはこれで置いといて、こうすると包丁で千切りするよりね、はるかにね簡単なんですよ。そしたらですね、卵をね一回割って、でここに白だしね、小さじ半分、ちょっとだけねだしの味付けます。はい、そして水大さじ1杯。水取りに行くのは面倒なので、ちょっとさっきの炭酸水もほぼ水なんで、これ、はい、味変わらないから大丈夫です。で混ぜていきます。でここに油を小さじ1半入れます。はい、これぐらいかな。でちょっとね温めます。で半熟のスクランブルエッグを作るような感じですね。はいはい、もうねもうこれぐらいです。これぐらいのとろふわ感のこの卵です。そしたら今度ね、ごま油の香りがね、この人参のね、あの人参独特のこの、臭みというか、香りなんですけど、僕はこれがちょっと苦手なんでごま油使っていきます。ごま油使って炒めたらね、もう最高に美味しいですから。でここで人参ね、しりしりにした人参を炒めていきます。でこれで炒めていきます。さっきまでパリッとしてた人参がこうちょっとしなっとしてくるんです。はい、これ千切りでやった時もね、これぐらいのしなっと感を出しておいてくださいね。はい、そしたらツナ缶です。ツナ缶開けました。でここに油ごといきます。はいはい、じゃあツナ缶入れました。ここに味付けをしていきます。白だしがね小さじ2杯、お醤油が小さじ1杯、そしてお酒の香り、僕ツナ缶で全部1缶入れたんですけども、ちょっとツナ缶もったいないなって方はツナ缶ね半分ぐらいでもいいです。でここに卵パタンと入れます。パタンと入れたらもう柔らかいんで、こうやって混ぜていく。いい感じでね混ざってます。はい、
この卵入れたらもうねすぐはね火止めちゃっていいです。はい、ほらね、黄色とオレンジが鮮やかで、ここに黒胡椒をパラリーっと、はい、じゃあ盛り付けていきたいと思います。ここに最後にパラッといりごまを、パラッといりごまを、ということで最高に美味しいですね。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。ハイボールグビグビ。うわ、うまっ。え、うまいんだかこれ。ハイボールな、あー、うめちゃくちゃうまい。ツナたっぷり使ってるんで食べ応えがある。そして人参は柔らかくて甘めがすっごいだったな。でね、やっぱ卵はふわふわ。この年になるとこういうの飲みたくなるのよ。めっちゃうまい、これ好き。もしね、油が気になる方はこれツナ缶全部入れてるんで、ツナ缶の油少し加減してもいいです。うまい、うまいよ。そしてここでバニラゲームセンスを、タスクじゃないかな、甘みがあるから、ちょっとタバスコどうかなと思うか。ピリッとした辛み、酸味があってうまい、うまいぞ。いやー、ハイボールグビグビ。ここまで来ていただいてありがとうございます。マスコットキャラクターのリュウジです。夢と魔法の国へ。リュウジ食べる？食べないです。あー、うまい、ちゃんとうまい。飲みの席に一品欲しいですね。これはね、飲みときたい。マジでうまい。うまいでしょ、これ。ちゃんと入ってるものに全部意味がある感じが食べててわかりますね。あー、そうね。だけでもちょっと寂しいし、砂だけでもしりしり感というかふっくら感が出ない。いや、うまいな。ということで今回のニンジンシリーズ、副菜にも主菜にもなるぐらい美味しいんで、ぜひ皆さんやってくださいませ。ハイボールグビグビ。これになるとねつまみになっちゃうね。だからこれね、俺ひいおばあちゃんがこういうの作っててくれた気がする。あ、いいっすね。ひいおばあちゃんはね、ツナのオムレツをよく作ってくれて、まだ動いてるの。江戸川でね。新恋は。でもなんかこういうのが美味しいって感じ。でもなんか好きで食べてるってなると、なんか年取ってきたのかなってちょっと思うことがあります。それ、チョモが言うとちょっと、これはもう、達成なくなっちゃうんだけどね。5歳だっけ？ 6 歳。6っすね。まだ、とんかつ食っていいと思う。俺はしりしり行くわ。俺はしりしり派に行くわ。とんかつちょっと芋だれかも。俺はね、もうとんかつ食えないと思うんだ、これ。ほんとに。いや、まあそんなバカなと思ってましたけど、ほんとになるんだな。